2023年買うべきダウンジャケットをご紹介していきたいなと思います。今回街中で着るときにどれが一番良かったか実際着てみて微妙なやったとこもあります。もうさっき3つ言いますね。安いので他おすすめあるって言われたら一択、もうこれしかない。はい、本日ですね2023年買うべきダウンジャケットをご紹介していきたいなと思います。ということで、僕よくねダウンマスターとかって言っていただいたりしててね、ダウンジャケットのことばっかり喋ってるダウンおじさんなんですけども、じゃあお前今年今出てる中で何がおすすめなんって言われたときにですね、この3つぐらいかなっていうのがありますので、今日本日はそれをお伝えしていくんですけども、あくまでダウンの見方とか原価の安い見方とかっていうのは以前動画で紹介しますので、そちら見ていただいたり、9万円以上のダウンジャケットだってこれを見てくださいっていうのは言ってるんですけど、それは分かった上で、じゃあ実際着ました、今回街中で着るときにどれが一番良かったか実際着てみて微妙なやったとこもあります。もうさっき3つ言いますね。1つ目っていうのが何かっていうと、こちら水沢ダウン、水沢ダウンジャケットのマウンテニアリン、マウンテニアみたいな感じの名前のやつが1つで、2つ目っていうのが、まあこれはお分かりでしょう、ナンガホワイトレーベル、これが2つ目で、3つ目っていうのが何かっていうと、モンクレール。この順番でいきたいなと思いますので、よろしくお願いします。まず一番最初、おいおいおい、ノースフェイス入ってないんやないかと。お前はノースフェイス系 YouTuber として最初始まったんちゃうんか。その通りでございます。ノースフェイスさん、ありがとうございます。ノースフェイスさんのね、ゴールドインの株をね、買っていこうかななんて思ってるんですけども、ちょっと今上がりきってる状態なんで、ちょっとステイしておりますけども。ノースフェイスさん、よろしくお願いします。今回ね、ずらっと並ばせていただいた中でノースフェイス入れておりません。なぜなのかというと、あくまでマウンテンパーカーとか、高機能ジャケットっていうところではもう絶対入ってくると思うんですね。もうだって僕、ラオジャケットや言うてるぐらいめちゃくちゃ気に入ってていいんですけども、ダウンジャケットはやっぱり品質がちょっと落ちちゃうんですよ。やったらわざわざこれ僕の視聴者さんに入れる必要ないなと思ったんで、今回はそういう理由で入れておりません。で、まず水沢ダウンからいきたいんですけど、水沢ダウンね、実は今回紹介する3つのおすすめの中で一番フィルパワー低いでございます。で、具体的にどれぐらいっていうと、なんかとあるネットの方では750フィルパワーっていう風に数値で出たんですね。750フィルパワーってどれぐらいって言ったら、10分の1ぐらいの値段で買える、1万5000円ぐらいで買えるね、このユニクロもね750フィルパワーなんですよ。だからもう質的にはね、正直そこまでの違いってないんですけど、じゃあこっからさっき言ったみたいに街中で着るときですよね。そんなもん登山行ったりとかしてるときだったらちょっと一回それは置いとくけども、街中で着るときにどういう配慮がされてるかっていうと、このやっぱね、顎部分のところとかって大事違います。やっぱりこうバッてダウンジャケット上まで締めたときにここ当たるのとかって嫌じゃないですか。で、ね、そんなジャケットあるって思うかもしれないけど、あるんですよ。それが何かっていうと、このナンガのオーロライトダウンジャケット、これね、めっちゃ綿はいいんですよ。綿はいいけど、じゃあおすすめできるのっていうとまた話が変わってくるんです。中綿はすっごいいいけども、おすすめできますかって言われたらなんでっていうとね、この襟元のとこ、ちゃんとフリース当ててくれてるやん、たくさんお前嘘つくなよと思われるかもしれないけど、こっちの方金属丸出しなんですよ。で、この金属丸出し状態って冬場ね、考えられへんぐらいキンキンに冷えてあるんですよ。もうあのね、さ、キンキンに冷えて嬉しい人ってカイジぐらいなんですよ。さ、キンキンに冷えたら喜ぶかもしれないけど、僕ら冬場こんなキンキンに冷えた顎当たったらヒーってこうもう鳥肌立ってくるんですね。まあ関西でいうとこのサブイボですわ。それが立ってくるので、そういう細かい配慮ってね、やっぱりこう何年も作りながらできてくるもんやと思うんですけども、まあ、これ水沢ダウン自体がかなり実験してるんですよね。このジャケットをこうやって締めた上でマネキンに着させて四方八方から雨降らしたりとかして、ほんまに防水ジャケットになってるかとかっていうのもめちゃくちゃ研究されてるので、非常にね、街中ではいいんじゃないかなと思います。ただオーバーサイズのが今年出てるんで、それは僕個人的には僕はお勧めしないんですけども、やっぱりジャストサイズで着た方がね、この良さができます。なんでかというと、水沢ダウンってそもそも生地にストレッチ性を入れてるんですよ。これ防水生地なんやけども、さらにこうストレッチもできるようになってるから、タイトなシルエットが完成してるんですよね。で、伸びひん生地やねやったらゆったりでいいけど、伸びるからこそこうタイト目でダウンを温かくできるっていうめっちゃいい良さがあるのに、わざわざそれ崩しに行って流行を必要あるんかなって、まあ僕は個人的に思うんですけど、ジャスト目であれば完全におすすめで、オーバーサイズやったらおすすめしないっていう感じになってるので、水沢ダウン全部っていう感じではないんですけど、まあ、これはね、非常にいいんじゃないかなと思います。僕自身も大阪市内とかに行く時とかは結構着るんですよね。で、なんでなんかっていうと、大阪市内とか行く時って外は寒いねんけど、ちょっと電車の中暑いなってなった瞬間にジップをもう一個変えて、このメッシュがある方に変えたりとかしたら、ここ通気性あるんですよ。で、うわ、やっぱ電車の中めっちゃ蒸れたわと思ったら、ここのベンチレーションね。で、だいたいベンチレーションやったら、あの脇丸出し状態なんやけど、これに関してはちゃんとね、メッシュも入れてくれてるんですよ。だから中、例えば僕みたいに今白 T 着ててもロン T 着てても全くこの白のやつがね、ガバーッと見えてきたりしないんで、次のナンガホワイトレーベルはもうガバーッと見えますけども、まあそういう配慮がしっかりされてるので、ビジネスマンの方とかでも着れるようなジャケットなんで、僕個人的にはおすすめしております。で、フードあるタイプの一番嫌なやつね、髪の毛セットしてかっこよしてんのに、このフードが邪魔で崩れるっていうパターンあるじゃないですか。だけどね、これに関してはね、ちゃんとフードを収納してるんですよ。だからいる時はこのフードをジップガーって開けてあげて、こうやってフード出してあげたらいいし、もういらん時はこれ閉めちゃえとしとったら、フードでかさばることがないと。形はフードがあるんやけども、まるでハイネックのね、ダウンジャケット着てるように作られてるっていうところで考えると、まあこれはおすすめになってくるんじゃないかなと思いますので、水沢ダウン、これ非常にいいですよ。オーバーサイズの方は知りません。もうそれは全然僕はおすすめしてないので知りませんけども、なんかの動画でも言ったんですけどね、これね、確かね、アフターフォローすごいついてて、なんか確か全額
保証とかもあったはずなんですよね。認定のクリーニング店とか出したりして劣化した場合はもう全額返金とかいう対応もしてたんで、それぐらい品質に多分自信があるんやろうなっていうところが思ったりはしております。で、2つ目が何ナンガかっていうと、ナンガのホワイトレーベルっていうタイプのダウンジャケットです。だからナンガではないんですけど、ナンガとムーンロイドっていうところがコラボしてるダウンなんですけど、まあ、これが本場のダウンジャケットバージョンで、これがもうちょっとインナーダウンみたいな、ちょっと薄手のバージョンなんですけど、これ僕今年買ったんですけどね、買ってからね気づいたんですけど、多分ちょっと着る機会あんまないと思います。で、なんでなんかっていうと、すごいいいんですけど首相当寒いんですよ。で、襟元ね、僕高いのじゃないともう間に合ってないんですよね。だから結局これやったらもうマフラー巻かなあかんとかなってくるし、外にアウター着ることが前提になってるんやと思うんやけども、まあちょっと自分の生活スタイルにあんま合ってないかなと思ったんで、まあそれよりもどっちかって言ったらこっちね、泣く子も黙る940フィルパーね、まあもうこれは完成しきってんじゃいます。だからまあ別にこれ出して不満言ってる人って僕あんま見たことないので、もしこれ買ったけどうわこれ不満やったわっていう方がいらっしゃったらコメント欄で教えてください。僕もね、へえそうなんやって思いながら自分のダウンジャケットの制作にちょっと反映したいなと思ってますので、よろしくお願いします。で、これさっき言ったみたいにベンチレーションこれもついてるんですけど、これはさっきの水沢ダウンと違って大脇毛マンボウスタイルですね。もう丸見えバージョンになってるので、まあこの辺はどこまで考えるかっていうところだと思うんですけど、暖かさはもうこっちの方が断然すごいけども、細かい配慮はやっぱ水沢の方がされてるような気はするんですね。だからもうそこはまあ個人のどこを取るかっていう感じなんですけど、細かいギミックがあるような、その性能が好きとかっていう人はもう絶対水沢いた方がいいろうし、いやもう単純に質好きやねんとか、もうクオリティめっちゃ好きやねんっていう人はまあこっちでもいいんかなと思います。そして最後がお値段倍ぐらいまでぐんと上がっちゃうんですけど、今紹介したのが10万10万とかそのあたりなんですけど、まあ、10万12、3万ぐらいかな。まあ、最後はモンクレールになっております。で、モンクレールも実はこのマヤっていうモデル以外僕もう一着買ったんですよ。だからそれがまた近々紹介はできると思うんですけど、モンクレールに関してはね、別にモデルは何でもいいです。別にマヤであろうが何であろうが何でもよくて、これもマヤってテカテカやから嫌やねんっていう人いてるけど、もうテカテカじゃないダウンジャケット山ほどあるんですよ。モンクレールめっちゃ型多いんで、それはムノスウェイとかの比べ物になるぐらい種類があるんですよね。だから、まあ、モンクレール買っときゃもう暖かさはもう完璧やなっていうところですけども、まあ、細かいギミックとかはあんまないんで、このナンガのホワイトレーブルはちょっとカジュアルすぎるとよ。さすがにこのアウトドアとかいいけども、嫁はんと出ていくときこんなジャケット着ていかれへんっていう人なんかは、まあ、モンクレールとかでマットな質感、これもテカテカしてるけどマットな質感のやつを選ぶっていうのも、まあ、一つかなと思います。で、僕次選んだのがマットとテカテカの半々二刀流みたいなやつをね選んでみました。で、まあモンクレールのいいとこは何なんかっていうと、このムーンロイドの良さは学食的な良さであるじゃないですか。もうとにかくいいものをとにかくつぎ込めんっていう感じの、もう学食のやつとかもううまいし量が多いみたいな感じのバーンってつぎ込んでる感じがあるけども、このモンクレールのところはその余計なところに余計なものは入れない。例えばこの手首のところとかって膨れたらロックマンみたいになってくるから、こんなとこいらんよね、じゃあ減らそうかって減らしてる。でその代わり肩ら辺っているよねってなったら肩は増やしてるとかっていう風にめちゃくちゃ考えられてるんですね。だからその辺水沢ダウンがちょっと弱かったんですよ。うわちょっとまた少なくね、まあでもしない大阪しないとええかっていうような感じなんやけども、まあ、これに関しては別にどこ行ってもいける。初詣こうやって並んでても、あ寒くないよね、そんな気膨れしてないよね、なんで寒くないの、いやなんかわからんねんけどモンクレールは寒くないねんっていうのってあるじゃないですか。でそういう風になってくるし、じゃあ同じくちょっといいブランドでタトラスなんてどうと思ったりするんやけど、タトラスはね気を使う。初詣並んでたりしたら隣のおっさんがね、もし仮にですよ、リンゴ飴とか食べてるのちょっとつけられたりしたら、もうウールとかシルクやから、おいもうちょっと勘弁してくれよおっさんってなってくるけども、別にモンクレールとかってナイロンとかポリエステルとか使ってるから別にティッシュとかでシュッて拭きゃいいし、まあ、クリーニングしたらすぐ取れるんですよ。でもタトラスそれ気使うでしょ。であとちょっと満員電車とかでいてたりとかしたらこう擦れたりとかしたら、この擦れることによって毛玉になるし、リュックかけててもまた毛玉になるしってなったら、このタトラスを着る機会って相当少ないんですよ僕。でね、去年買って1回来たか来てんかぐらいな感じ、もうほんまそれぐらい少ないので、結局買ったはいいけど出番がないっていう感じですよね。そして今回もう最近ここ 2,3 年はもう全く着てませんけど、こういう長いダウンジャケット、今カナダグースこういうシャトーってやつ22万か3万してると思うんですけど、僕買った時12、3万円だけど10万ぐらい値上がりしてるんですけど、この長いダウンジャケット、要は重たいダウンジャケットって着る機会めちゃくちゃ減るんですよ。最初は買った時嬉しいですよ、うわこれが20万かこれが10何万かって言って着るんですけども、じゃあそれ毎日着ていきますか、脱ぎ着毎日楽ですか、あーちょっと職場ついて脱ぐ時なんかガサガサ言うし、居酒屋行った時もなんか横抜けていく時なんかガシャガシャ言いながら、フードとかガーンってハンガーとか当たったりしてごめんなさいなんか言いながら
放っていかなあかんしってなったりしたら、もうちょっとこれめんどくさいから切るのやめようかなってなってくるんですよ。でそういった理由でこうやってカナダグース、ウールリッチ、ピレネックス、ノースウェスのアンタークティカパーカー、この辺りはもう全部消しました。まあ、僕の視聴者さんにはね、とにかくね、買ってそこで終わりじゃないから、まあ、僕もそうですけどね、買ってそのまま着ていくでしょ。でその着ていく時の過程で、あ、タクゾーの動画ほんまやないかいと言ってること確かに正しいやないかいって思っていただきたいから、まあこの買って終わりっていうところじゃないので、まあ着ていく中で確かにこれ着ていくと、まあ、この3つが良かったよねっていうところでね、今現時点では2023年デテルダウンではおすすめかなと思います。で来年だったら来年だったでまた形も変わってきたりとか、それこそねこのミズスワダウンなんか今年そのオーバーサイズが出てきて、来年はタイトがなくなるかもしれんし、どうなるか分からへんので、今現時点ではこの3つがねおすすめで、このホワイトレーブルに関してはフードありもありますし、フードなし、まあこんな感じのもあったりするし、モンクレールに関しては50種類以上のダウンジャケットがあるので、テカテカじゃないやつ山ほどあります。でミズスワダウンに関してはしっかりジャストサイズを選んでください。あのオーバーサイズはもう僕ははっきり言ってダウンはちょっとちゃうと思ってるし、なんやったらこのミズスワダウンの良さが半減いっていうか3分の1ぐらいまで性能落ちちゃうので、ちょっとどうなんかなと思っております。でこれ以外にもね、例えばヌプシジャケットとかってノースフェイスもあったりするんですけど、ヌプシもねやっぱつい前までは良かったけども、やっぱ年々ちょっとね、まあ、僕個人的にはあれどうなんかなって思うようにちょっと変更があったりしたんで、まあ、今回は入れておりません。でまあ今回10万円のナンガのホワイトレーブル、そして12、3万円のデサントミズサーダウン、そしてまあ26万円のモンクレールってなったから値段的にちょっと高いと、もうそれより安いので他おすすめあるって言われたら一択もうこれしかない、それがユニクロ。もうユニクロで十分です。もう10万以下にやったらもう正直7万も6万も5万も変わらへんから、10万以下買うんやったらもうユニクロで全然 OK です。でまた金貯めてね、その時は10万買おうかってなったりしたら全然それで OK ですし、別にユニクロ着ててダサいとか、ね、ユニクロ着ててかっこ悪いとかそんな話なんか別に関係全くないし、もっと言うなら保温力だけで言ったら5万ぐらいのダウンジャケットやったらユニクロの方があったかいです。絶対あったかいです。だから中途半端に5万ぐらいのダウン買うぐらいやったらもうこっち買った方がねいいんちゃうかなと思ってますので、まあほんまのおすすめはこの3つですけど、まあもし仮にきついってなった場合はユニクロでも全然 OK かなと思います。でちなみにね、この今言った3つちょっと正規店高いから安く買えるとこないですかっていう人いてるんですけど、それはねやめた方がいい。メンテナンスもお金かかってくるから、やっぱ身の丈に合ってるもん買っていかなあかんなと思うし、僕もね実際プライベートでは身の丈に合うもんしか買ってないので、これはまあ動画やからねこんなバーッとか山ほど買ってね、僕ダウンおじさんですなんて言って喜んでるけども、実際もんでこんなプライベートで自分のクローゼットに全然ダウン入ってません。だから自分の身の丈に合ったものをね買っていこうじゃないかというのがこの大人の良識チャンネルということになっておりますので、2023年の今年の買うべきダウンっていうのはねこの3つということで絞らせていただきました。なのでね、今後インスタグラムの DM の方でタグさん今年のなんかおすすめのダウンってありますかなんていうふうには聞かないでほしいなと思いますので、よろしくお願いします。ということで本日はですね、おすすめのダウンジャケット3つを紹介させていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。